んですよこれ、もちもちもっち、うん、参加いただきました、はいえー。西山さん、堀江さん、こんばんは。こんばんは。お二人が話しされているところを聞いたことがなかったので、今回どんなお話が聞けるのかとても楽しみにしております。うんえー、さて、えー、前回の山谷さんとの放送でお引越しの話が出ていましたが、<ー>堀江さんも以前お引越しやルームシェアをされたいと、えー、おっしゃっていましたよね。はいえー、堀江さん、えー、お引越しは無事にできましたか え、また、えー、お引越しと、ルームシェアの先輩でもある西山さんから、引っ越しはルームシェアに大切だなと感じたことやご悔があれば教えていただきたいです。<あ>放送を楽しみにしております。あ、えー、ルームシェア<あ>したことあるんですかあ,あります、あります。え、すごい一番今テンション上がった。あ、当あ、僕、本当にルームシェアしたいんですよ。えー、いや、そうなんだ。赤の他人としたくて。赤の他人か。そう。かなんか、その、一人だとやっぱり部屋汚しちゃったりとかもするっていうのはもう今分かったんで、うん。うん、人がいると多分何かが変わるんだろうなっていうのは。あ、でもそれはあるかもしんない。あ え、誰とえぐとだ、誰とというか。あ、えぐちさんとえぐちさんとルームシェアしすかそう、か 1>, そうそう1ヶ月間ぐらい、まあ、僕がま、あ諸事情で家をなくして、で、その間、いいあの、えぐちさんの家に、あの、ちょっと居候させてもらうっていう<ー>期間があって、あーでも、あえ、でもある一定のその関係性がある中で、ルームシェアするってなると、うん あ、でも逆にいいのか。いやでもめちゃめちゃ快適でしたよ。なんかほんホテルグラスし、みたいな感じで <laughs> あ。あ、パンツを共有してて、なんか、荷物最小限でいいよって言ってくれてたんで、はい、あ,あ、じゃあ、そうですかって言ったらじゃあ、パンツもいいよみたいな。普通にここから取っていいよみたいな感じで、パンツも一緒に使ってたし、みたいな。え、ちょっと意味わかんない。<laughs> <laughs> ドンピー店長言われても普通パンツは持っていく。<ご>い <laughs> <laughs> え、マジっすか下着の共有下着、え、無理 無理です。下着の共有とか。絶対無理、そん、え、そんな。あ僕、西山さんとルームしか絶対できない。ええ、当ちょっと、無理だ。え、でも、それ、あれだよね、えっと、部屋めっちゃ汚いんだよね。はい。こっちから願い、先確かに。確かに。え、なんでこれ、さっき言ってたよね、なんか、服の中からはい。焼きそばが出てる。違いやい違い違い違うんだに。服の中からってどういうこと焼きそばって <laughs> ね。<何>僕もさっぱりわかんないんけど僕、僕そもそも洗濯物取り込んでも畳まないんですよ。うん、で、取り込んだまま上に積み重ねて。ハンガーにかかってるからハンガーのままかけるとかじゃなくて ああ、その発想なかった。マジか。いやでも、その、かけるところにもうすでになんか、いろんなものがかかってます。あ入りきらないってことか。そうなんですよ。だからもうその、そのままこう、ばばって取り込んで、上にあるものから着ていくっていうスタイルなんですよ、僕は普段。で、ある日そのなんか服をこう、なんか、でもたまには一番上にある服じゃない服着たいなと思って、掘り起こそうと思って。そうん。そしたらなんか中から、 なんか、ビニール袋出てきて、うん、で、かすかになんか、なんとなくちょっといい匂いするんですよ。え、なんだろうと思ったら、うん、そのパックに入った焼きそばが入ってた袋が出てきたっていう事件が。でも結構あるんですよ。<ー>服の隙間に何かが入るって結構あって、うん、この間僕 DVD プレイヤーなくしたと思って新しく買い替えたら、うんうん その数日後に服の中から出てきて <laughs>。いとかたまにでもあるんですよ、そういうことが。大きいものをなくすんだね。結構なくすんですよ。<うん S 1> だそれぐらいまあ部屋は汚いっちゃ汚いんですけど。うん、でも誰かがいれば、それは変わるかもしれない。そう、そう、変わると思って。うん。あとなんか、もう本当友達増えるかも、みたいな。 僕、あの、当時、そういうこと多分世代だと思うんですけど、昔なんかあの、長澤まさみさんがやってたドラマで、そういうなんか、ルームシェアをするドラマがあったんですよ。なんだっけラストフレンズっていう。あれめっちゃ好きで、あれ見てから、え、ルームシェアしたら恋もできるし、友達もできるみたいな。結構大人数なところでやるやりたいっす。5、6人でやりたいと思って。てそう。あ、いいじゃん。それやりなよ、じゃでも、ルームシェアしたことないから、でも、今してるって聞いて、すごいなんか、あ、でもなんか、 その、ある一定の関係ができてる人とだと嫌だから、うん、他人とやりたかったんですよね。<ー>なんか、だって、こうなんだろう、仲いい人とやると、ちょっと嫌いな一面というか、あ、この人そうなんだっていうてする確かにね、そう見えてきっる、ね、一気になんか、あれになっちゃうのかなと思ってたんですけど、うん。え、でもね、結構、あの、本当お互いお互いになるよね。あんまり会うことない。ええ、そ江口さんが特殊だったかもしれないけど、江口さんが全然家に帰ってこないから、なんか。あ、実質、もう一人暮らしみたいな。なんか、ほん一人で、なんか、家にいて、 ええ。で、なんか、なんで一緒にいるのにいないんだろうみたいな感じの。カップル感じのやつになる。カップルみたいな感じなんですあ、でも、いいですね。そう。あ、すごい。でも、良い、おすすめ。楽しかったの、めちゃめちいや、やっぱちょっとだんだん、やっぱ興味湧いてきました。いや、やってるよ、めちゃいや、やで言えなくそうちょっとよくわかんない。はい。ま、いっでこっそりしえます。あ、お願いします。